うおー。これが CPM2 か。なんだこの日本みたいなマップは。しかも画質綺麗だしヤバすぎ。うおー。これが CPM2 のチューニングか。なんだこのチューニングの多さは。なんかむずそうな説明あるし、なんかすごそう。うおー。これが CPM2 のレースモードか。なんだこの本格的なレースは。レース専用マップっぽいし、なんかすごいぞこれ。またしてもとんでもないゲームがリリースされちまったな。これ CPM のパクリゲーではないよね。それは大丈夫。正真正銘のオルズ発射による CPM の後継作やで、本来の CPM 制作チームとは別に初級者用のチームで制作してるようね。てかカートでこんなに部署があったんだ。でかくなったね。そして見てもらったらわかる通り、もう遊ぶ価値があります。いやいや、綺麗すぎやろ。まるでアテコルカーパみたい。あのしょぼくて安っぽかった車ゲームがここまで進化するとは思わんかった。てかマップってそのまんまやねんな。そりゃ後継作だからね、仕方ないね。まずは現行 CPM との共通点を知りたいよね。CPM2 の初回起動画面だぜ。いや待て、今の CPM は初期者固定でシビックだったよね。CPM2 ではなんと好きに初期者を選べるやで。これは嬉しすぎる。しかも収録車種はなんと現行 CPM とほぼ一緒。一部の大型車を除く153台が収録されているぜ。実はバスはないんだよな、悲しい。でもその代わり謎 BMW が収録されてたり、2台を引っ張れる仕様っぽい。ところどころ価格の高低差が激しいので、これは改善に期待したいところ。欠点はあるけど、このグラでここまで現行とほぼ一緒の台数なのはすごいわ。レイノックももちろん引き継がれてる模様。それは草。コスチュームに関しては全部同じやな。値段もそのままなので、システムごとそのまま持ってきたやな。もうこれ以上言うことなしやな。カーパを始めたらまずはこれ。ミッションモードも健在か。しかも収録されてる内容も現行と全く一緒。シーズン1しか選べないけど分けられてるのはちょっと気になるね。ちょっと試しに遊んでみる。ほんまに一緒やな。スピード出てもクリア判定になるので、オートクリッカー使えば放置で検索できそう。チューニング画面ではもちろんバイナル機能も健在。CPM2 でもまた板車作れる、よかったね。さらにエアロを自由につけるシステムも変わらずやで。ここに関しては特に変える要素ないよな。その他では、アチーブメント、各種モード、デイリータスク、操作方法、絵文字、などなど超基本的なシステムは全部一緒やで、なるべく共通化してくれるのはありがたいよな。マップも現行からそのまま移植、あれでもなんかところどころ増えてね。ではその増えた部分を見ていくや。うおー。ついに来ました日本。いやもう雰囲気がそれすぎる。前回の日本エリアとは大きく進化したよな。中華から本格的になった感じ。ちなみに今いるこの場所は、マップ外で草。マップ外だけどまだ道は続いてたりするので、まだまだ拡大する予定なんでしょう。この世界はここで終わらなかったっぽい。正式リリースしたら一体どれくらいの広さになることやら。そしてこの空白地帯が住宅街のエリアなんやで。道の狭さといいくねくねさといい再現性が高いんだよな。住宅エリアに入ると最初に必ず目にするであろう建物。お、五重の塔だ。マップ外なのにこのエリアができすぎている。インスタ映えしそうじゃないっすか。もはや海外が作るレベルじゃない。ちなみに五重の塔までの道路はあるけど、土砂崩れで塞がれております。なんとも日本らしくて面白い。ちょっとワンプエルブがあるので休憩しよう。いやこれ絶対セブンレブンで草。飲み物は自販機で買ってみよう。いやどっかで見たことある飲料ばかりなんですが、しかもちゃんと日本語の広告あるの、謎の安心感がある。住宅街エリアの一番絶景邸宅、神社エリア。結構本格的なのがおもろい。まだ未完成の部分が多いので、一部黒かったりオブジェクトが欠けてたりするのは今後の修正に期待。正式版が出たらとんでもない化け物エリアが誕生すると確信してる。日本の峠エリアにやってきた。いやめっちゃ日本で草。これほんまにカーパ何かと疑うくらい。でも右側通行なのが惜しいところ。 CPM の同行法には逆らえなかったぜ。ちなみにこの峠エリアは住宅街の北側に面してるやで。そしてめちゃくちゃ広い。 CITY 位置に近いんやな。 CPM2 をやってたら必ず見る看板、大箱根だ。このゲーム至る所で箱根推しがすごいんすよね。一体どこが箱根なのやら。実は元ネタが長尾峠だったり、そうでなかったり。道路標識の意味なくて草。峠がババババ道路表示集。トイレとかもはや意味わからなくて草。峠の道中にはいい感じの撮影スポットがあったり。なんだここめっちゃ映えそう。わかる人にはわかりそうな田舎の景色。なんか静岡っぽい。この山道トンネルを抜けたら日本エリアは終了。このトンネルも標識といい山といい日本っぽくてスコなんよ。日本エリアもマジですごすぎたけど、既存マップにも変化が起きてるやで。オフロードってこんなんだっけ。土が全体的に黒茶色に変化。道中の小石も完全に除去されたわね。いつも小石に引っかかってたので助かる。砂漠には変化はなかったけど、なんと列車が走ってます。電車っちゃ走ってるの助かります。他にも警察署の監獄に入れなかったり、スタジアムでサッカーができなくなったりなど、一部の特殊な施設は使えなくなったようね。もはやスタジアムが存在する意味よ。そしてみんなが使う売り場の隣にはトラックレース場が追加されてるや。第二の幹線道路かと思いきや長いレース場やったか。いやはや、これがレース場なんだぜ。信じられん。いやまた新マップか。いやこれがこんなに最近のレースになるか。この辺によればシルバーストーンが元ネタだったりしなかったり。言われてみればよく似てるよな。日本でいう鈴鹿サーキットのようなレースや車のことなら何でも揃ってる。クソデカレース場に進化しました。本当に土地が無駄に広すぎる。でもあの手狭なレース場よりかは100倍マシになったよね。余談だけど、サーキットの入り口には鹿の標識があったり、そしてこの近くに、うわ鹿のこのこのここしたんたんや。
つものようにスタートを押すと、なんか増えてる？この CPM2 から追加された新モード、トラックレーシングだ。どっかのトラックレーサーで聞いたことあるような。おそらくトラックレーサーの要素を本編に本格的に取り入れたんだろうね。お、レース上へワープしたみたいだぜ。とりあえずスタートさせてみる。どうやら1対1のドラッグ形式のレースみたい。ハンドルがつかなくなったのな。これもトラックレーサー由来の仕様やな。おっとカウント始まった。緑ランプが点灯したらスタートっぽい。所定の1超えたらゴールという至ってシンプルなモードやな。レースモードは不人気になりそうな予感がする。今回はシングルプレイだったけど、こんな感じでプレイヤー同士の対戦も観戦できるやで。この辺はレイマス味を感じる。マジレスすると、これは多分ガチの対戦ではなく AI 同士との対戦を観戦してるだけやから、今後のアプデ次第で対戦も実装されていくと思われるやで。試験的に導入してますよって感じか。そして、この本格的なレースに制すためには本格的なチューニングを制すが必要があるわけや。チューニングが一風変わってたよな。さて車でも買うか、DR ベッドにするんだ。ここで今先からの新機能、固定バイナルを選べるように。いやこれモロアウトなやつでくさ、ゴリゴリのお隣の天使様じゃねえか。実はこの機能、モロアウトなのがたまにあるんすよね。名前までしっかり入っててくさすぎる。そして今先のチューニング機能、めちゃくちゃややこしいんすよね。汚れたり外装損傷に加えてエンジンも劣化したりするらしいな。これがエンジンのカスタム画面、妙に 3D モデルに凝ってるのがおもろい。そしてエンジンとは言っても、さらに部品として細分化されてここを強化したりできるやで。緑の逆が耐久値か、前日と同じように維持管理が大変になりそう。部品を押すと購入画面にアクセスできるけど、変更と比にならないほど種類が多すぎるやで。これ部品だけだよな。カスタムの幅が広すぎる。なんだかこの辺のレースがメインのレーシングマスターをリスペクトしてそうやわな。果たしてこの駐車ゲームにレースガチ勢が現れるのだろうか。これはみんなもわかるはず。見てもキャンバー角変えられるんか。初心者カーパキッズでも理解できるよう、ご丁寧にずっと文章で説明があるのはいいと思った。昔のウプシュなら超絶欲しかっただろうな。他の項目大体似たような感じ。足回りチューニングも現行より増えてるやな。めちゃ便利な機能が追加された。なんだ。タイヤ交換、空気補給、オイル交換、洗車、ガソリン補給が全てここでできるやで。それは便利すぎる。わざわざ修理工場に行かなくてもガレージで全部解決できちゃうのか。エアロやバイナルでおなじみのビジュアルチューニング画面、いざ車作るとき親の顔よりも見た。プリセットで質感を選べるようになったやで。自分でやるとセンス悪かったから助かる。リムでは前後で付け替えるホイールが選べるようになったり、意外と欲しかったんだよこういうの。あと、現行はバー調整だったけど数値での調整はわかりやすくて助かる。最大値だけにしてみた。すぐに事故りそうな見た目。そしてバイナルでは窓に貼れるように、我々念願の窓バイナル来た。窓150枚本体230枚がそれぞれの上限になってる。分けられてるの親切設計よな。作例を作ってみた。所持金少ないのでバイナルだけで全部溶けてもうた。車検シールを貼るのは誰しも通る道の予感がする。やり始めたら作りたくなっちゃうよな。売り値も貼ることで大手モーター感も出せるという。フェンダー損傷はまずいですよ。DYNORUN では馬力やトグルの調整ができるやで。これも2からの新機能やな。各数値を調整した後にアクセル踏んで馬力やトグルの変化を見ていく感じ。左のモニターにもグラフで表示されてるよね。実はこのゲーム、オートマかミッション選べません。は？切り替えの設定がなくなり、車種によって AT か MT が固定化されてしまったぜ。 MT にされると PC で操作しづらいんだよな。CPM にも現行と同じでマネーとコインでやりくりするけど、2の方が多少安上がりだったり、500万より100万がお得なのがバすぎる。こっちはコイン、新作になると高くなると思ってたのに値上がりしなかったのは嬉しい。もちろんコインで買えるものもほぼ一緒やけど、車両の保有枠には制限があり、4台目以降はコインが必須になったり、同じ車を複数持てるようになった弊害が出ちゃったか。そうされるのならぶっちゃけ前の仕様の方が好きやったな。今のところ課金は Android 版のみで iOS 版はそもそも課金できないっぽい。iOS 独特のシステム問題やな。これが CPM2 の全容やで。現行との進化点はこんなもんかな。真面目に考えて、オープンワールドかつ車両も150台以上収録、バイナルも自由に晴れてかつ、オンラインやコミュニティまでもが、発展した神駐車ゲームが、さらに進化して続編が出るのは神すぎるよな。個人的には日本マップや窓バイナルが熱かったや。今の映像もそうだけど本当に日本マップの作り込みがエグい。未だにカザフスタンのゲーム会社が作ったんかと疑ってしまうくらいやで。ちなみに CPM にはどうやって DL するん？実は最近まで Android、iOS 両方で配信されてたぜ。Android は事前登録、iOS はテストアプリでプレイすることになるやで。両方ともすでに上限に達したのか。いかに CPM の人気の高さが伺えるね。さらに CPM2 では Discord コミュニティも展開しているので、落選して情報欲しい人は参加してみよう。バグのフィードバックも実施しているので全ての情報がここに集まってるぜ。すでにインストした人も忘れずにフィードバックも提供をなしやす。テスターの一員であることを忘れちゃいかんぜ。ということで、なんかいい感じなのでここで動画を締めるやわで。チャンネル登録高評価お願いします。